こんにちは、リトマンです。ちょっと今日ね、もうシャワーを浴びてあと寝るだけなんで、ちょっと映しちゃダメなんですけど、今日はルームツアーをやっていきたいと思います。どれぐらいだろう、3年ぶりぐらいなんですけど、ルームツアーをやっていきたいと思いますつっても、もう今ね、時間がね、夜中の1時で何時にしてんだという感じなんですけど、なんか今日撮らないと、なんかこの後撮らないなと思ったんで、掃除もしたんで、今日この時間ですが撮っていきたいと思いますんで、よろしくお願いします。で、掃除もしたんでって言ったんですけど、あくまで一人暮らし男性の家なんで、めっちゃ汚いことはご了承ください。なんで潔癖症の方とかがいらっしゃったら本当すいません。ちょっと汚いっていう部分たくさんあると思いますが、そのあたりは目をつぶっていただければと思いますので、潔癖症の方は動画を飛ばした方がいいかもしれません。はい、ということで本日もよろしくお願いします。早速じゃあ行きたいと思います。まあ、玄関はこんな感じで、まあちょっとね、うちの玄関窓がないのがちょっとね、かなり不満なんですけど、まあそれは仕方ない、もうどうしようもできないですね。で、ベアブリックがめちゃくちゃ好きで、もう最近ね、もうスターウォーズ以外全部っていうかほぼ手放しちゃったんですけど、一時期はめちゃくちゃ集めていて、これが 400% っていうサイズなんですけど、まあこれもちろんこの裏にもいっぱいトルーパーがあるんですけど、この400サイズの、ベアブリック、どれぐらいだろうな、50体ぐらい持ってたかな。で、1000% っていう一番でっかいのがあって、1000% は10体ぐらいあったんですけど、もうほぼ手放してしまいました。スターウォーズ以外は。スターウォーズここにある 400% と、あとは 100% のちっちゃいのが結構たくさんあるんですけど、それは倉庫の方に全部眠っております。まあ、サングラスとかアクセサリー系ですね。これね、このトレー、これあれなんですよ、なんか iPhone のフィルムが入ってたトレーの蓋、なんかマシなトレー買わなきゃダメですね。まあ適当に雑多に置いてあります。ちょっとね、玄関でこの Apple Watch 充電したいんですけど、玄関ってコンセントがないので、もうこれ充電がない、コンセントがないので、なんとかしてコンセントつけれないかなと思っていて、なんかこの天井のライトのところからどうやら電源を取る方法があるらしくて、まあ、ちょっとそれやってみたいなと思ってるんですけど、まあ、そうなるとまたコードとかを這わせないといけないので、ちょっと邪魔くさくてなかなかできておりません。これもスターウォーズなんですけど、ドイツかどっかだっけな、ドイツかどっかのチョコエッグみたいなお菓子のおまけなんですよね。このカバーみたいなのが、そこのキャラクターらしくて、そのカバーがこういう風に、これチューバッカとでしょ、これがダース・ベイダー、なんかコスチューム、コスプレをしてるフィギュアなんですけど、これめっちゃ可愛いですよね。来たね、まあ、スター・ウォーズ好きなんで、ボバフェットとかオビワンとかめっちゃ可愛い。これちょっとちゃんとどっかで飾りたいんですけどね、今は雑多にこんな風に玄関に置いております。はい、玄関こんな感じです。で、こっちが寝室兼密消部屋ですね。はい、こんな感じでございます。いやー、かなりここの部屋ね、電気代を使っておりますよ。まあ左側にベッドがあって、まあ、こっち側にこういう感じで何枚、パネルライトがこの部屋だけで 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15 枚使ってますね。あとはこの LED も使ってます。いや、かなりこの部屋が一番電気代がかかってる部屋なんじゃないかなと思います。で、この棚が前も、YouTube で紹介したリムアイアンクラフトさんの棚ですね。これがこんな感じで水漬けがあるので、水をこのままジャバジャバ上げられるっていう棚です。もうどれぐらいだろう、結構もう使ってるんですけど、もう全く水ジャバジャバ入れても錆びないので、まあ、かなりこれは素晴らしい棚、植物棚だなと思いますね。めちゃくちゃ愛用しております。
ここではギラウミニアナ、これギラウミニアナ一応全部巻いてなんですけど、まあ、ちょっと成長してないのもありますね。ここからまた選抜していかなきゃいけないです。ギラウミニアナと、あとこっちはね半分だけしか巻いてないんですけど、ピグマイアを未消化部育てております。で、この部屋はもう全部だから未消化部の部屋です。未消化部しか今のところ置いてないですね。現地球一切ありません。で、上の段はね特に今のところは使ってないんで、まあ、全部外に出してるっていう感じです。これはちょっと最近買ってきた植物がここにまだ外に出す前に置いてあります。で、ここがギラウミニアナとピグマイアと、あと下の段が、ちょこちょこっとこういう植物の鉢ですね。これが SSN の鉢、 3D プリンターで作られている鉢で、まあ、ユルプさんとはもうズブズブの中ですが、これがまだ発売されてない新しいタイプで、これ面白いんですよ。これねちょっと片手じゃ無理かな。ここがねネジ回しみたいな感じで外れるんで、いろいろとねこれカスタマイズができるっていう、めっちゃ面白い鉢ですね。 TBM で販売するのかな、もしかしたら。あとはグリーンマウンテンさん、これがグリーンマウンテンさんの新しいステッカー前もらったんですけど、緑の山そのままめっちゃ面白い。グリーンマウンテンさんのこのクラック鉢もめっちゃ良きで、うちにもたくさんありますとか、DIP さん福岡で、鉢を作られている、これプラ鉢ですよ、全然そう見えないですよね。 DIP さんも、TBM でオリジナルの鉢を出せるかもしれないです。ちょっとまだ確定じゃないんですけど、決まったらお伝えします。 DIP さんとか宮島さんの鉢ですね。これがマシコの、私の動画にも過去何度か紹介していますが、益子の宮島さんの鉢とか DIP、 よいしょ、草冠さんとかとか、まあこの辺は鉢がたくさん置いてあります。でこっちが未消化部です、ここは12時間照射かな、このサーキュレーターはずっと一年中回ってるので、結構夜だからねここで寝るのうるさいんですよね。はい、そんな感じでグラキリスとかセンナーとか、グラキリスとかグラキリスとか、まあ、ほぼパキポですね。ここにあるのはほとんどパキポですが、なんかあんまり成長が良くないんだよな。だからちょっと外とかで育てた方がよっぽど綺麗に、育つかもしれないです。ここがまあパキポ中心で、下の段がちょっとユーフォルビアとかが多いかなっていう感じの棚ですね。パキポだとグラキリスで形がいいのはこの辺は比較的、ちょっと葉っぱをね落としちゃったんですよね。この私がコロナになってる間に全然水やりができなくて、その時に結構葉っぱを落としてしまって、なんか今からまた作り直しっていう感じの株が多いです。ここはこれとかも結構いい感じに成長してますね。これが去年まいた種かな。この辺は TBM に持っていこうかなと思っています。センナも去年まいたセンナ、これもちょっと葉っぱを落としちゃってるんですけど、まあ多分水やり増やすと一気にまた芽吹いてくると思うので、この辺も TBM に持っていこうと思います。あとはこれが吉野さんのグラキリスですね。形はちゃんとキープできております。かわいい、めっちゃかわいいですよね。こっちが、ショウゴさんの、これはカクチペスか。葉っぱがなんかねビロードっぽい葉っぱが出てきて、これで合ってんのかな、これ虫ついちゃってるのかな、もしかしたら。カクチペスめっちゃかわいいですね。とかとか、ショウゴさんのピグマイア花が咲いてる、どんなの、どっちだろう、多分オスかな、オスっぽい気がしますね。こんな感じで、屋内で、たくさん今年は未消化部を作ってるので、この辺はもう全部 TBM に持っていっちゃおうかなと思っています。ドリップのあれです、リュックですね。新品がね2つぐらいまだ残ってる、めっちゃ物持ちがいい。これが、RC ラボさんのこの受け皿、これがプレステラの会社と一緒に作ってるタイプのやつですね。
ホームセンターでそろそろ売られるのかな。堀口さん、モノグラフ堀口さんの、筒型の土入れの、これはあれかな、プロトタイプかな、まだ結構最初の頃に1個お土産でいただいたやつなんでプロトタイプだと思います。ちょっと片手では開けれないですけど、土入れです。これも TBM で販売されるはず。これがね、これ紹介したっけ、ユルプさんのなんですけど、 SSN ワークスっていう、まあちょっと SSN では鉢を主に作ってるんですが、これはちょっと違うラインで、まあここにつけてるんですけど、これめっちゃいいんですよね。こういうラックにつける、なんていうの、ペン立てみたいなやつで、これめちゃくちゃマジでおすすめ。これピンセットとかよくどっかにあるじゃないですか。なんでこういうところに入れておけば、いやこれね、いいな、めっちゃいいですね、これはマジで。うん、またちょっと今のところまだ販売されてないみたいなんですけど、また販売したらこれもすごいいい、屋内園芸する人にはたまらないようなアイテムだと思います。 SSN ワークス、これがシルバータイプです。でここは本がバーッと、これ全部植物本ですね。これ FEP5 エレメンツプランツさんでしたっけの、かなり初期の作品で、遥か昔に送ってもらったやつですね。埴輪がたくさんあって、すいません販売できておりませんが、第3弾か、第3弾の埴輪もたくさんあります。でこの辺は全部もう本ですね。植物王子本8巻までで、これ全部揃ってんのかな、とかとか、あとはまあこういう植物王子本だけじゃなくて、最近はこういう感じでなんか自生地巡りの本が結構いろんな方が、趣味家の方が出されてますよね。これもそうなんですけど、これはサウスアフリカ、こんな感じの、まあ、フォトブックみたいな感じで、すごい出されてる方が多いですよね。私もいつかはあれですね、あのマダガスカルに行って写真撮って、まあ、私の場合は YouTube かな、できればいいんですけどね。はい、まあ、こんな感じで、この多肉植物サボテン語辞典とかも結構面白い。本当にあいうえお順にこういう風な形で、結構文字中心の本なんですけど面白かったです。まあ、あとこれがちょっとこの中では浮いてると思うんですけど、これねあれなんですよね、イスラさんっていう方わかりますか。まあ本当多分開墾植物始める方は誰もがたどり着くサイトを運営されてる方なんですけど、その方のね記事というか、なんていうの、インタビューというかが載ってるんですよね。まあ、それを目的でこの本は購入しました。小商いの始め方であってのかな。はい、まあ、結構面白い本でしたね。スモールビジネスやってる方の本でしたが、まあ本当植物本ではないんですけど、ここのページだけを見たいがために買いました。こんな感じかな。まあ、あとは、洋書と日本の含めて、まあ、たくさん本が並んでおりますが、もう結構限界ですね、ここ。もうこれ以上ちょっと増えると困っちゃうなという感じですが、最近また植物本がちょこちょこと出てきてるので、まあ、一応買い漏れなくここ数年のは買ってるはずですが、もしかしたら買い忘れてるものもあるかもしれません。はい、この部屋はこんな感じかな。なんでまあ主にここでは植物、未生の植物を育ててる部屋になります。じゃあ次行きます。次がここが、まあ、書斎、まあパソコン作業とかする部屋ですね。まあここの部屋はストームトルーパーとかがいたりしますが、この部屋はね、ミレニアムパレードね、私の大好きなバンドアーティストですね。これがハワイのアウラニで買ったんですけど、めっちゃ可愛くないですか、このアロハ。こういう風にディズニーがちゃんとミッキーたちがいるんですけど、これでもちょっとねサイズが入らなくなっちゃったんですよね。ちょっと痩せなきゃダメだな。
はい、まあいいや。はい、ここがなんで、書斎兼、まあ、植物ちょこちょこと置いてる部屋です。ただ今はあんまり植物置いてなくて、まあ冬場になると奥のスペースとかにもたくさん植物を置くんですけど、今はもうここの2段だけですね。ここが、ギラウミニアナと、あと下がピグマヤのこの2段だけ、植物は置いています。ギラウは、コシメズハイポネックスで育てていて、で下のピグマヤはちょっとフリッカーを起こしてますが、ちょっとちっちゃめの苗をここでは育てています。うん、結構いい感じに育ってますね。こんな感じです。暗いかな、すいません、ちょっとフリッカーを起こしてますね。このちっちゃなサイズと、あとは90プレステラ90ぐらいのサイズの苗をここでは育てています。まあ、この辺は1年経ったかなぐらいの苗かなと思いますね。今年はめちゃくちゃピグマイア春先にこれぐらいの苗枯らしまくっちゃったんで、だいぶ減ってしまいましたが、ちょっと次世代をそろそろ作り始めなきゃいけないんで、頑張って次世代ピグマイア育てております。まあ、ギラウは全然もう最近動画にもしたんで紹介するまでもないですね。ここら辺から半分が今年まいた株で、ここからこの辺、この辺の株が全部あれですね、去年まいた、結構分岐してるのは去年まいた株たちです。はい、なので植物今置いてるのはこの2段だけですね。僕も全然今は植物置いてません。意外に実は香水が好きで、最近つけてるのはルラボのこのサンタルっていう香水なんですけど、うわ、もうでも全然ないな、買わなきゃダメですね。このガイアックっていうのが結構ずっと気になってて、前回というかつい最近買ったんですけど、これ匂いがほぼなくて、あの自分がかすかに匂ってるかなぐらい、まあそれがおしゃれなのかな、なんで全然使ってません。まあ、サンタルが一番好きですね、匂い的には。もともとイソップから入って、でイソップずっとつけてて、タシットが特に好きでつけてたんですけど、最近はイソップだと、まあフィールも好きだし、あとはこれか、これも結構好きですね。今これもなくなっちゃったんですけど、この辺がイソップだと好きかな。イソップと似てるよって言われてこのバウム、つけてみたんですけど、これはちょっとダメでしたね。あのちょっと匂いがきつすぎるというか、で、これもなんかすごいコスパのいい香水でかなり安いんですけど、これもちょっとあんまりだったな。あとここあれどこやったんだろう、ディプティックの香水も結構好きでつけてますね。最近つけてるのはサンタルか、あとはあれか、マルジェラの、ジャズクラブか、レイジーサンデーモーニング、まあめっちゃベタですけど、これももうなくなりそうですね。マルジェラも一つ大きなサイズで持ってたんですけど、それ使っちゃって、ちょっと他の、あのずっとレイジーサンデーモーニングつけてたんですけど、ちょっと他の香水つけたいなと思って、まあ、この一番ちっちゃなサイズでジャズクラブとレイジーサンデーモーニング買いましたが、ジャズクラブが結構好きかもしれない。ジャズクラブちょっと大きなサイズで次は買おうかなと思ってますが、香水も結構バカにならないですよね。この外薬とかいくらだっけ、このサイズで確か2万5千とか3万いくかいかないかぐらいだったような気がする、ちょっと忘れちゃいましたが、サンタルもこのサイズで多分2万とかだと思いますね。かなり香水も高いです。ディプティックの香水もかなり高かった気がする。どんどん値上げしてるんでしょうね、特にルラボとかは。気づいたらめちゃくちゃ高くなってて、ちょっとびっくりですよね。はい、でも香水も実は結構好きで毎日つけてます。あと帽子ね、帽子はニューエラのこの920っていうのが一番好きで、むしろこれしかつけてないですね。あのラッパーかぶってるようなのはあんまりかぶらなくて似合わないんで、920はよくかぶってます。ちいかわとかね、ムジノとか、まあいくつかここ以外にもあるんですけど、どれぐらいだろう、10個ぐらい持ってるのかな、10個ぐらい持ってるんですけども、最近はこれしかかぶってないですね。まあめちゃくちゃこれ、昔はなんかこの色あまりかぶらなかったんですけど、めちゃくちゃ街でかぶってると人とかぶります。はい、かぶってるかぶってるでちょっとややこしいですけど、この辺は最近かぶってる920です。で、この部屋は本当になので、さっきも言ったようにまあ趣味のものが多いですね。まあ、植物始める前はもともとはこういうフィギュアとかが大好きだったんで、
まあ、フィギュアとかがメインかな。これがレゴのミニフィグのストームトルーパーばっかり集めたやつ。これ自分で作ったんですけど、なんか落としちゃってボロボロになっちゃったから、これまた変えなきゃダメですね。ミニフィグ集めてて、ストームトルーパーばっかなんですけど、まあ、実はここにハンソロとあとルークがいるっていうね。はい、ちょっと遊び心も加えてみました。ミスチルのレコード、まあ、ミスチルこんなめちゃくちゃ好きってわけではないんですけど、これは実はうちの身内がアートディレクションしたんですよね。まあ、これもミレパもうちの弟が関わってます。これか、よいしょ、ミレニアムパレードですね。常田大輝のやってる音楽です。あとこの辺がすごいけど、プラバチのねサンプルをいつもねめっちゃ作ってもらうんですよ。これとかはマーブルっぽくなっちゃって、本当はこういう黒にしたかったけど、ちょっと古紙の割合がミスったらこういうマーブルっぽくなる。これもこれででもいいですけどね、という感じで、すごいメーカーさんがいい方なんで、いつもね私が本当少数のロットしか頼まないのに、こういう微妙な古紙の割合とか変えたサンプルをいつも送ってくれて、すごいありがたいですよね。いや本当もう少しプラバチちゃんと作って販売するよという感じですが、すみません。この辺はフィギュア棚、本当はここに植物系のフィギュアもたくさん落ちたんですけど、また後で紹介しますが、今ここからは別の場所に移動しました。なんでここがガラリと空いてるんですけど、まあ、何かここに置きたいなと思ってるんですけど、まあ、置くものはたくさんあって、まあ、ここもねストームトルーパーのフィギュアたくさんあるんですけど、まあ、実はねスターウォーズ、さっきも言ったようにスターウォーズのフィギュアが好きで結構集めていて、あの押し入れの中にもたくさんあるし、あとは外部に倉庫を1個借りてて、その中、貸しコンテナみたいなのがあるじゃないですか。その中にたくさんもフィギュアが詰まってるんで、なんでそこから持ってきたら、まあ、この辺に置けるものいくらでも、見つけられるんですけど、ちょっとね最近は、そこに行くのすら暑くて邪魔くさくて行けておりません。まあ、なんかまた見つくろうってここには入れておきたいと思います。これとかも結構実はレアなんですよね。多分これカーズ、車の映画のカーズ、カーズとスターウォーズがコラボしてるやつで、これはあのレッドっていう消防車のキャラクターとチューバッカがコラボしてるんですけど、これが確かね、あの海外のディズニーのイベントが定期的にあって、そこで販売されたミニカーなんですよ。あのマックイーンはルークとか、メーターはダース・ベイダーとか、そんな感じで、これで全部、その時集めていた以降新しいのが出てなければこれで全部ですね。そう、めっちゃいい感じのがあって、これが結構レアかもしれない、欲しい人はたくさんいるかもしれないです。あとはあのピザプラネットのトラックですね、トイストーリーの。私トイストーリーもめっちゃ好きなんで、ピザプラネットのトラックのが3台あります。こんな感じでここは雑多に物がたくさん置かれております。これ前にも紹介したと思いますが、私の顔の 3D プリンター、なんかね 3D プリンターが出始めた頃だから、本当もうね10年以上前だと思います、になんか自分の顔を作れる、プレゼント企画みたいなのがあって、それで当選してこの上の顔の部分だけ送られてきたんですよね。で、上の顔の部分だけ送られてきても何もすることがなくて、どうしようかなと思っていたら、このストームトルーパーのフィギュアとあのサイズ感がぴったりで、なんでこれストームトルーパーの、 あの頭の部分を切って、あの手に持ってるのがそうなんですけど、ヘルメット部分を取ってで自分の顔をはめたっていうフィギュアですね。自分の顔のストームトルーパーです。これも結構レアっちゃレアですよね。まあ、今 3D プリンターその時はそんなに今みたいに、ここまで出回るとは思わなかったですけどね。はい、これは TBM の時に視聴者の方にもらったぬいぐるみ、かわいい。ちょこちょこちいかわがいます。ダフトパンクめちゃくちゃ好きなんですよね。まあこの辺はなんで、まあ、すっごい本当に雑多に置かれてるっていう感じです。ローカさんの鉢いいですよね。ローカさんの鉢も大好きですね。はい、こんな感じで私の自分の鉢は至る所にたくさん置いてありますね。ピクミンを始めまして、
ひたすらこの画面が流れております。いつもこのパソコンで動画の編集とかはしています。お香をいつも焚いてて、これがベルガモットの香りか、無印のお香をいつも焚いてます。今はちょっとつけてないんですけど、無印のお香をいつも焚いて、ここで動画の編集作業をしています。これだけでかいと編集はかなりはかどりますね。あと私の動画昔から見てくださっている方は、ここのスペース、天井からレールでライトを映っていたかと思うんですけど、今年からちょっとここも変えました。このライトのレールもリムアイアンクラフトさんに作っていただいたレールです。ちょうどオーダーでこの幅ぴったりに作ってもらったんで、いやめちゃくちゃ気持ちいいですよね。これめっちゃ良くないですか。いやこの質感がね、ここのブランド本当に良くて、あの部屋がめちゃくちゃかっこよくなりますね。まあ、これ届いた時点でもうここには植物なかったんで、まだライトもつけてないし、まだこれでしっかりと使って混んではいないんですけど、今年の冬はこれを使って大活躍してもらおうと思っています。これがレールスタンドですね。すべてサイズオーダーで作れるので、ぴったりのサイズ、高さもオーダーできるのかな。私は結構今低めに使ってるんですけど、もう少し伸ばしたりもできます。はい、これがリムアイアンクラフトさんのレールスタンドですね。これも多分サイトの方から購入できると思うので、よかったら見てみてください。めっちゃかっこいいです。もう質感といい、ただなかなか今オーダーが、納期があるのかな、ちょっと納期とかは分かんないんですけど、確認してみてください。はい、これが、めめさんの土入れですね。大きなサイズとちっちゃいサイズ、ちっちゃいサイズとかはすごい使い勝手がいいです。ロゴは特別に入れてもらったんで、このロゴ入り買えないのかって結構問い合わせいただくんですけど、これは特別に入れてもらったロゴなので、すいませんが販売をしておりません。このロゴ入ってないのはもちろん販売しているので、まあ、よかったら興味があったらサイト覗いてみてください。この下からシャカシャカすればみじんが全部抜ける、で持ち心地もすごいいいので、これはかなりおすすめの土入れですね。はい、これはもう前も動画で紹介しましたが、市販のものですが、ちょっといつかこういうバッグを作りたいなと思っております。こんな感じかな。はい、なので、書斎はこんな感じで、じゃあ次、また次は2階に行きたいと思います。はい、2階はそんな感じでございます。ちょっと変わった作りで、左がお見せできないんですけど、まあ、さっとだけお見せするとキッチンがあって、でここら辺が、まあ、居住スペースっていう感じですね。だからこれあれなのかな、 D1K、 うちの場合は間取り的には下に2部屋あって、この1部屋なんで 2K になるのかな、 2K 3K 2K、 ちょっと全然わかんないんですけど、まあ、こんな間取りでございます。ここが植物を置いてるスペースですね。こんな感じで、今の時期はごめんなさい、ここフリッカーすると思います。今の時期はアガベをこっちの LED 直下で置いていて育てていて、でこっち側が、こっち側がね、昼間は結構日光がガンガン当たるんですけど、日光がガンガン当たる場所でフィグマイヤたちをメインで育てています。本当はここのピグマイヤ、下のさっき紹介した場所に置いてたんですけど、もうこのサイズになってくると、ここからは成長させるっていうよりかは、まあ、このまま維持しつつ種を取りたいなと思ったので、ちょっと光はもちろんここになると弱いんですけど、まあ、ここに移動させてきました。なんでここで今ほぼ種が、ついてる状態ですね。ほぼ花が咲いてるんで種が取れまくっております。だからうちにあるピグマイヤ、現地球含めてここに全部移してきました。一時期は外でも育ててたんですけど、外じゃなくてもうあまりにも暑すぎるので、中に持ってきました。今この部屋が、ほぼ日中はクーラーかかっていて、だいたい25、6度ぐらい、まあ犬ちゃんがいるので25、6度ぐらいなんですけど、まあ、ちょうどこれぐらいだったら
新芽がどんどん出てきて元気ですね。花も常に咲いているので水やりもガンガンあげちゃっています。はい、これがうちで一番丸葉のピグマイアですね。まあ、ちょっとここ今夜なんで暗いと思うんですけど、そんな感じで、奥がロックウッディです。ここは全部ロックウッディ。これはまあ違うんですけど、このアロエめっちゃ良くないですか。エリナケアすごい大きくなってきました。すごいムチムチに育ってくれてる。だから光ここあんま強くないんですけど、光そんないらないんだなという感じです。ダースベイダーですね。はい、でここの壁は美角がたくさんあったと思うんですけど、ちょっとごめんなさい、フリッカーしてますね。この美角は今ちょっと別のところに置いてあって、今はアリ植物だけにここはしています。もうムチムチパンパン、すごいよね。アリ植物ね、結構水やりサボってるんですけど、実はまだ一株も枯らしてなくて、まあ、うちのアリ植物全部伊藤さんのアリ植物なんですけど、伊藤さんが多分私が育てられるだろうっていうものを全部紹介してくれるので、ドンピシャでうちでは元気に育っております。かなり水穴開いてるね、面白い。かなり水ね切っちゃってるんですよ。かなり水切っちゃってるけど、本当にめちゃくちゃ元気なんで、本当ありがたいです。ありがとうございます。また伊藤さんのアリ植物どっかでゲットしたいと思います。これがこの花さんの紙でできた美角シダ、陶器でできた、これは板付けする、これはちょっとオブジェ的な様子というですが、陶器の板付けの陶器、板付けの陶器というのかな、はい、とかとかですね。で、まあ、さっき言ったようにここはアガベ で下の段が、未消化部を育てています。でこっちも、こっちはアガベですね。下の田とかもうどうすればいいか分かんない、もう真っ赤ですね。ちょっとライトが強すぎるのかな。はい、まあだいぶでっかくはなってきましたが、ちょっとあんまり形は良くないですね。でここは鉢がすごいね。これ全部備前ポットですね。岡山の吉野さんの備前ポット、これはあれかな、オリジナルで出したやつですね。いやめっちゃいいんですよ備前ポット。これはちょっとね、旧備前ポットだけど、新備前ポットがこれ、これもめちゃくちゃいいですよね。よいしょ、結構ねうちでも植えてはいるんですけど、うちで植えてはいるのにこれだけ今使ってないのが余ってるっていう、一個だけうちにはあるインビジブルインクとかとかがここの鉢並んでます。まあ、あとはさっきも言ったようにズブズブなイルプさんの SSN 鉢頑張って集めております。この辺が60サイズとか、この辺がさらにちっちゃい45。まあコンプはできてないんですよね実は。これもあれですね、クラックポットがありますね、グリーンマウンテンさんのです。この辺はなんかだからもうちょっとおもちゃ的、コレクション的に集めちゃってますね。はい、こんな感じで、植物たちがあって、この美角は枯らしました。コアラだっけ、あのダメでしたね、全然ダメでした。ちょっとこれはオブジェ的に今まだ置いてますが、これは枯らしちゃいました。はい、そんな感じでここは、植物2階の植物のエリアです。これがゴムの木が復活してツヤツヤのテカテカですね。よかった復活して、本当ね一時期はダメだと思ったんですけど、まあ、針金かけてちょっと曲げて遊んだりしています。まあ、これが本当曲げないとピヨンと横に伸びちゃっててかなり邪魔だったんで、曲げて無理やりグイッと曲げて糸で、なんとか形を今作ってるところです。よかったです復活してくれて。はい、ここでいつもご飯食べてるので、まあ、ダダンとかここで撮ってますよね。まあ、こんな光景を見ながらいつもご飯を食べております。赤飯おこわ、明日の朝ごはん、この赤飯おこわ大好きすぎて週に5回ぐらい食べてます。はい、こんな感じで、だから後ろがキッチンなんですけど、前こんな感じでご飯食べたりいろいろパソコン触ったりとか、はい、しております。最高の空間ですよね。あ、恒例の冷蔵庫の中見ますか。ひどいです相変わらず、あのひどいよね。グリルチキン、メンマ、
調味料は結構揃ったんだよな。調味料揃ったけど、まあ、調味料って言ってもこのとんかつソースとかで、あのうち塩と砂糖しかなくて醤油とかがないです一切。なんかこれなんかミスってた。これなんでこのネチが入ってるんだろう。これなんかよくわかんないですね。はい。なんでこんなひどいありさまの冷蔵庫で、まあ、男の一人暮らしなんてこんなもんですよね。暮らしております。ちなみにだからといって冷凍食品がたくさんあるわけでもなくて、冷凍庫もこんな感じ。氷しかないです。この野菜室なんに至ってはもう1年2年以上は出ないかも。あ、なんか熱さましいとこ入ってるの知らなかった。はい、そんな感じのひどい生活を送っております。で、これは後にしよう。で、あとはなんだろうな、あと、ここが未消化物育ってるところですね。ここがね、今何度ぐらい、今33度ぐらいだけど日中は40度ぐらいいきますね、これだけ閉めてると。よいしょ、ここにあるので、まあ、パキポとかなんですけど、ここのギラちゃんがめちゃくちゃ元気な、ゲラウミニアナ。熱、やっぱ温度が高くなるのですごい元気なのかもしれない。めっちゃ元気。ここのが一番成長がいい、間違いなく。なんで温度なのか湿度なのかちょっと分かんないんですけど、まあ、どっちかは必要というか、あった方がでかくなりますね。暑ければ暑いほどいいのかもしれないです。サキレンタムとか上はオベサとかが並んであります。はい。ちなみにこの部屋もいつもお香をつけてて、これはレモンの香りですね。無印のこのお香が結構お気に入りです。で、こんな感じで、これがさっきから登場してくるユルプさんの SSN バチの 3D プリンターで出力された、これはガム犬かな、ゴルゴニスかな。これちょっとね、このフレームに入れてるから分かりづらいんですけど、これとかだと分かるのかな。かなりこれね、ちゃんとデコボコした質感がすごいんですよね。立体的なんです。めっちゃすごいですよね、これ。このサイズ結構でかいサイズですが、はい、かっこいいです。これもカイコン沼か、ボタスワンプ、これもめちゃくちゃいいですよね。ドレイクさんという方が、まあ、描かれてるイラスト、ちょっと映り込んでて何のこっちゃわからないと思うんですけど、ポスターなんですけど、めっちゃかっこいいんで、ドレイクさんよかったらチェックしてみてください。あとは等身大のようだとウィケットのぬいぐるみです。で、ここですね。これが最近買ったガラスケース、植物のものだけを入れてるガラスケースになります。これちなみにこれが、8月中どこかで動画にちゃんとしますが、 TBM で販売するツールですね。めっちゃかっこいいんですよね。これが一番ね、もう完成品、最終的なフィックス終わったやつです。他のはちょっと若干ロゴが違ったりとか、プロトタイプなので、これが最終、の形なんですけど、まあ、あのデザイン3種類あって TBM で販売しますので、またこれが何なのかはどこかで紹介したいと思います。めっちゃ良いです。めっちゃこう飾ってるだけでもいいんだなっていうものを目指して作ってもらいました。で、ここが、完全にちょっと奥が鏡なんで私が映り込んじゃうんですけど、ここがね、我が家の植物の作品を全部集めてきたところですね。これがビーキルンさんという方の、愛知県で陶器で植物を作っている方の作品のロクロメっていう目がついているグラキリスちゃんたちです。ここに今飾ってるんですけど、ここのはこっからこっちは私の個人的なものなんですけど、ここから左側に関してはこれ全部 TBM に持っていくので、よかったらお好きなのを選んでください。めっちゃ可愛いんですよね、いろんなのがあって。この辺は全部 TBM に持っていきます。はい。とかとかソフビがあったりとか、これも TBM で販売する、ビジューさんが作ってもらったフィギュアとか、この辺がビジューさんの作品ですね、全部で。これがオズワートさんの作品があったりとか、キッコーリュー、これ本物のキッコーリューなんですよ。本物の亀甲竜の、もう枯れちゃったやつですね。
吉光流すごいなんかフィギュア的にいいですよね。こんなに形がちゃんと残るんだと思ってすごいですよね。とかとかこの辺はなんで本当に植物モチーフフィギュアがたくさん並んでおります。トーキーさんのこれソフビですけど、これ本当はねもう一個あってそれだけ買い逃しちゃったんですよね。いやー悔しいな。これもトーキーソフビですが、これあと1体、揃えたかったな。残念すぎますね。こんな感じでここが新しくうちでできた、植物棚コーナーですので、まあ、最近本当増えましたよね、そういう、フィギュアとかなんだろう作品が。なので私も本当ねそういう作品をいつか出せればなと思ってるんですけど、とりあえずうちにある分全部ここに集めてきましたっていう感じでございます。めっちゃいい感じに飾られてて、ここを見ながらここの植物を見ながらお酒を飲んだりするとめちゃくちゃ美味しいです。はい、っていうのが、我が家の、リビングでした。はい、よし、こんな感じかな。あれちなみに犬ちゃんがいないな。犬ちゃん多分この下にいるんじゃないかな。はい、犬ちゃんちょっと起こされたから怒ってますね。はい、いつもここで寝てます。はい、犬ちゃん、はい、可愛いですね。はい、よし、そんな感じですね。はい、という感じで、どれぐらいだろう、1年2年ぶり3年ぶりぐらいに、我が家のちょっとルームツアーをやってみました。もうあの頃最初に投稿した頃からはだいぶ変わったと思うので、またその頃の動画含めて見ていただければなと思います。39歳一人暮らし、こんな感じの部屋で植物と楽しく、あと犬ちゃんと過ごして住んで暮らしておりますので、という動画でございました。どこに需要があるか分かりませんが、あとはすいません、結構汚いところもあったと思いますが、そこは許していただければと思います。潔癖症の方すいません。ということで本日もご視聴いただきありがとうございました。よろしければチャンネル登録もよろしくお願いします。リットマンでした。まあ、今回はね結構ね急いで片付けて、汚いものは見えないようにしてるだけで、普段は絶対にお見せできるところしか映しておりませんので、そのあたりはご了承ください。